エディンバラの中心部、プリンシズ・ストリート・ガーデンズで演ずる大道芸人エディンバラフェスティバルは、スコットランドの首都エディンバラで毎年8月の同時期に開催される複数の芸術と文化の祭典の総称である。エディンバラ城の構内では、レニア、軍楽隊によるバグパイプ演奏やハイランドダンスが披露されるミリタリータトゥーが上演され、市内の各所で、 数多くの大道芸人がパフォーマンスを繰り広げる。エディンバラフェスティバルの始まりは1947年、第二次世界大戦の記憶がまだ薄れない中、人間精神の開花のための基礎を提供するという理念を掲げて、エディンバラ国際フェスティバルが創始された。そして同じ年、八つの劇団が、フェスティバルの公式の支援を受けずに、潜りで自主公演を行い、 これが、後のエディンバラフェスティバルフリンジへと発展することになる。この F は、エディンバラフリンジ、あるいはただ、フリンジとも呼ばれるが、誤って、エディンバラフリンジフェスティバルと呼ばれることもある。エディンバラ国際フェスティバルとフリンジはそれぞれ独立した、組織で、毎年それぞれ別個の催しを行う。1947年以来、エディンバラで他に、 いくつかのフェスティバルが創始されて、そのほとんどが毎年8月の同じ期間に開催されている。したがって、エディンバラフェスティバルというのは、一つのフェスティバルを指すのではなく、エディンバラという同じ都市で同時期に開催されるいくつかのそれぞれ独立したフェスティバル全体を指す故障である。オールドタウンのロイヤルマイルでミリタリータトゥー入場券を求めて行列する人々以下は、 エディンバラで夏季に行われるフェスティバルを創設の年代順に挙げたものである。なお、インは、そのフェスティバルが、おのののフェスティバルを統括する公的組織である、フェスティバルズエディンバラの参加にあることを示す。次のフェスティバルは8月に、エディンバラで開催されるものの、基本的に業界の集まりで、一般向けに何か行事を公開するものではない。 http://www.eif.co.uk/.about-festival/.history/.history-festival.htmlhathttp://www.edfringe.com トコムスラッシュエリアドット HTML r メニューイコールグローバル ID イコール35ハット HTTP コロンスラッシュスラッシュ www.eif.co.uk スラッシュ N98 プレスリリースフェスティバルスエッディンバラディレクターアナウンスド PHP h t t p w w w e d f r i n g c o m a r e a h t m l m e n u イコールグレーオブル &id="48http://edinburghnews.scotesman.com/.index.cfmid="2 億8787万2006 ありがとうございます。